そのやっぱり和紙を中に入れるっていうのは水分をどんどんまた吸い込むっていうことなんですかね。和紙はですね、土と土をつなぐ、つなぐやつかめと、あと燃えた時に、あの地金の中からね流し込んだのがガスが出るらしいんだけど、その燃えた繊維の中からガスが外へ抜けていくのが成分なんかね。そういうことですか。持ってこのツタの空間ができるから抜けるとか、ガスの吸引の役割するんですね。それと土がこう空間ができることによって融通が効くというもんかね。だからこれ焼いて膨張したり収縮したり土はするんだけど、その歪みとかある程度うまくこうなじませるというか加減する取り持ってくれるというか、なんか和紙ってねすごい。だからこの和紙の量で、そういうようなこうことも変化するという、だから今田の焼き方もゆっくりと焼き上げる方法と、普通だーっと焼き上げていくけど、本当はゆっくりやっぱやった方が沈みがなくて綺麗な芋ができますよね。その辺が分かっとってやるか分からんとってやるとかで、今のが研究しない、そうやっぱり一つの研究やわね。ただ同じことをやって漠然とやっとったら、10年20年やっとっても今のが綺麗ならまで、逆光だったらんけこれがいいんです。関係ない、これは全く言わなしで、仕上げたのしてない。してないの？してない。綺麗。だから気張ったら、ほとんど触らなくてもいいぐらい。普通だったらこれ威張りもこんで出るんだけど。本当本当。すごいですね。こういう手のこんなところでね。なんかすごいな、きめも細かいし。こういう、これがこの土の、紙土の吸い殻で、綺麗ですわ。あんまりあの手を加えすぎると、微妙なところで削ったりするとおかしくなりますもんね。そうなんですよ。こういう輪を、みたいな仕上げ屋さんやったら、形を崩してしまって、そうこうやっても機械のかけるとこないですよね。ないです、全部安いで手で、ロストよりいいかもしれない。綺麗ですね。なんか切れが、切れがあるっていうのかな、あの胃肌の温かみと、ピリッとピリッとしたところありますよね。尖った、それなりのか、尖ったところというか、この細かいこういったね、きちっと布を前の目で出てるんで、出てますね。あの足のね、こんなところとか、膝とか、そういうところみんな足も寄せ入れてね、いや、これは本当に大変な、重たいから大変な仕事だと思います、詰まってるのかな、この手とか動かしなんだけども、ロストってなんか変に滑らかになっちゃうんですよね、全体が。この辺ってのはどういった、どなたのかな、小田坊さんの、昔なんか小田坊さんにその玄関の注文を受けてやったんやけど、このたまたま死のが、吉村さんの工事写真を作りたいと言って、おられるまでお願いしますって言って、これを取られてしまったんやけどね。
常識方とのあれははっきりしたものじゃないとダメですよね。誰が誰がそれを日本語で作ったということはすごく大事なことですよね。まあ、著作権とか。そうですね。うん、昔は違う。昔高岡さんは結構なんかね、それルーツでしたね。ルーツ意外に正しいね。意外に、昔あの鋳物の花瓶を作って、ええ、あの結局鋳物っていうのはやっぱり穴さっき言われたように穴があるもんやっていう感じで、まあええ、そこをもう張ってましたよね。そうですね、うん、だからそこから漏れたのか、あるいは鋳物のなんかあれから漏れたのか、それで記念品で随分あの漏れた紙が1個か2個あって、ええ、もう東京中をあの信用そうそうそうなくなるね、あの挨拶に回ってどうですかっていうことをずっと 何十回か何百回か知りませんけど、ええ、歩いたって言ってましたね。そうですね、やっぱあの水検査とかやっぱそうですそうです、うん、水検査をしてましたけどね、この雲ではあったのかな。いや、金宝類ってね、うん、今、針の穴みたいが、はいはいはい、まあ、無数に あるぼやからね、はい、だから一晩置いとかないですね、うん、それであとなんかピッチ流したりとかいろいろと、うん、なったと思うけど、そうなの、そうなの、ビッチがまた良くないんですよね。せっかくあの銅とかね、銅の何十パーセント入ってる地金を、はい、うん、あの無駄にしてますもんね。まあ、例えばお花の中に浮けようとしたときに、うん、あのまあ、道具があると水が腐りにくいですよね。はい、なんかそういうのもしない、それは本当にあの銅の花瓶の良さなんですけど、うん、それも全部ピッと流すことでむしろ余計なものをね、はぁ、なんか入れたらあんまり直すと逆にしなくなっちゃうんですよね。あ、そういうことなんて、うん、それはなかなかね、よく十円玉を入れなさいとかなんかよく言うんですけどね、銅ってのはものすごく抗菌性があるんですよね。うん、そうだね、うん、なんか銅器は銅を格闘高く生きる自分があるの、うん、そうですそうですみたいですね、うん、なんかなかなか使い込ませないとか、うん、よく言いますよね。うん、そうだね、昔はあの座るとか今は一軒のうちに必ず一個はありましたね、うん、でもそれは全体的になっていたそうではないでしょうか。でもやっぱりあれは格調の高いお正月のね、なんかそうやって行けばどうでしたよね、うん、簡単には行けられませんもんな、うん、僕らはお花やってないか分からないけど、なんかちょっと聞きますね。それであかんとか、あの、うん、手入れも他の土地とかね、そうですね、なんか見たら大変で、って、うん、
けど。水分を取ってしまう。ある程度、ある程度均一にこう、すよ、なんかあんまりね。それだけその熱に耐えるためにはそれなりの下準備。これはね。ワンコーテでも抜かすと。抜かすと。いやあの時やわとか。なんかこういう黄身の細かいしまった、まあ、並ぶまですよね。そうですね。例えば、ね、あの顔の表情とかね、目がちょっと、空気ができたりしてね、顔が変形するんですよね。だから前は足の指とか、ちょっとだかったりしたらあの、手の表情にしてもみんな微妙に変わったら、後で下げようと思っても難しいんですよね。だからそういうことをこう同じ締めまでも思いながら、だから仕事ってあの一つ一つの心を込めて、やる大切さみたいな。この指一本一本にもあの作品に対して直角に押さえるように、ちょっとでもこうやって押さえたら、そういうふうにこう落ちますよね、変化するからね。全ての基本ですよね。その包みを入れるにしても直角にピッと入れるものと横からズトンと入れるものと、そうですね、違いますもんね。なんか逆に言ったらこれまでできた時のその、見方割って綺麗な時は本当になんかあのホッと、まあ嬉しい、嬉しい、ね、やったーという感じです。やったー、思わずあの段を上げようにと。そう見とったらおかしからがいいか。いや、本当私その気持ちわかる、できた時のなんていうの、やった、自分の達成感、成果のね、1ヶ月の成果、10日間っていうかね、あのこういうまでやってるとこってあんまビデオ撮って、みんな映すと思うけどね、やっぱまあ意味はまだ何か分からん中ね、これも絶対大事な工程なんだけどね、しまってきましたね、で、布だけで足りんから、ごめんなさいね。こういうあの、
それは朝布ですかね。え？朝布ですか。あ、これ？うん、もね。な、普通のタオルですよ。あ、タオルみたい。普通のタオルを、うん、まあ手でやって、うん、結構汚して、うん、その後こういう粘土汁つけたりとか、うん、うん、めっぺくしゃなくして、ほら、綺麗なタオルじゃちょっと吸いにくくてね。うん、なんか吸収性の悪いもんね。そう。そんな汚いタオルの汗かきとかこれ一応出すな。